皆さんこんにちは、やすさんです。今日はですね、4連休ということで、今から家族で北海道へ行ってきます。北海道はですね、主にね、小樽と札幌中心になると思うんですけども、まあ、今からね、楽しんで行ってまいりたいと思います。ということで、今は関空に来てます。今からここから JAL に乗ってね、新千歳に向かいたいと思います。はい、チェックイン完了しました。じゃあ今からね、22番ゲートの方向かいたいと思います。行くでー。はい、チーズ。やったー。片道をお過ごしください。また皆様と日本航空のバスの中にてお会いできますことを貴重かしたいと乗務員が心よりお待ち申し上げております。いらっしゃいました。さあ、ついに北海道来ましたね。早かったな。2時間も乗ってなかったんちゃう？1時間半ぐらいやったんかな。さあ、それではですね、今レンタカーの手続き終わりましたので、今から行きたいと思います。今日はこちらトヨタのカローラツーリングをお借りしました。乗ってますよ。あ、化粧してんな今。よし、じゃあこれで、じゃあ出発しましょうかね。さあ、それではですね、車乗りましたので、今から行きたいと思います。じゃあ本日は札幌に向かって行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。行きましょう。これか、札幌ラーメン共和国。いろんなラーメン屋さんがあるんやね。さあ、千歳空港から車で約1時間ほどで札幌市内に来ました。今からですね、昼ご飯で札幌ラーメンをね、食べようと思いまして、札幌ラーメン共和国に来てみました。さあ、どこのお店に行きましょうかね。